大学受験スタートダッシュプログラムは、将来の夢や志望校が見つかる無料のオンラインプログラムです。6週間で7回の授業、3回のメンター面談、仲間との交流を行い、やりたいことを見つけていきます。実際に参加者の 90% がやりたいことや将来の夢を見つけています。どんなきっかけで参加して、どんな気づきや変化があったのか、参加者の声を聞いてみましょう。それでは参加者インタビューをご覧ください。スタプロに参加したきっかけは何ですか？いろいろやってるけど、ちょっとなんか興味があるものは、これは興味がある、これは興味がないっていうものは分かるけど、自分が本当に何をしたいのかみたいなところがすごくモヤモヤしていて、それを見つけるためのプログラムっていうのがすごく魅力的だったかなと思います。職業バイキングでどんな気づきがありましたか？自分以外の人、他人のプラスな挑戦、何かに挑戦したいとか何かやりたいっていうその一歩を応援してあげることが、なんか自分がやりたいことなのかなっていうような気づきがあったり、あとはそのデザインっていうところで、ただアドバイスするだけじゃなくて何か形を作るみたいなところにも自分が興味があるのかなっていうふうな気づきがあります。モチベーショングラフを作ってどんな気づきがありましたか？それまでは自分が今まで生きてきた中でビッグイベント、なんか自分がちょっとそれがすごく印象的っていうプラスのもマイナスもっていうものしか見えてなかったけど、人生のモチベーショングラフを書くことで些細なことに気づけて、例えばいろんな人と会えて、そこから何かプラスの方向、ポジティブな方向に自分が変われたっていうのがあったので、そこから人とのつながりは好きだし、自分をプラスの方向に動かしてくれるんだなみたいなことを、ビッグイベントじゃなくても些細なことからそれが見つけ出しました。メンターはどんな存在でしたか？一旦受け入れて、そういうことって聞いてくれたり、頭ごなしに否定する人がいなくって、一旦受け入れてくれるっていうのが分かってるから言いやすい環境になってたかなと思います。スタプロに参加してどんな変化がありましたか？前は自分のやりたいことが何なのかよく分からなくて、言語化もできなくて、すごくモヤモヤしてた状態だったんですけど、興味のある職業を抜き出してみたり、そこで全く自分が意図してなかったデザイン系とか苦手としてたことが興味があったりっていうのがあったり、自分の過去を振り返ったりする中で、そのモヤモヤがある程度言語化されて出てきたなっていうのがあります。スタプロの授業は1コマ2時間で自分の予定に合わせて日程を選ぶことができます。また授業や面談に加え、担当メンター会、ディスカッション、お休み会、黙々会など多くのイベントが用意されています。第6期は1月17日からスタートします。1回のみの参加も大歓迎です。参加希望の方や参加を迷っている方は、説明欄のリンクからチェックしてみてください。やりたいことが見つかるプログラム、スタプロ。